さてね、いただいてきましたよ。ラーメン誠屋さんっていうことでね、誠屋桂木新城店ってことでね、もう新城のあたり来てるんですね。で、いや美味しかった。あのね、ジャンルで言うと、なんていうかね、牛ジャンラーメンって言うらしいんですけど、豚骨醤油があるじゃないですか。豚骨醤油の豚が牛に変わって、牛骨の醤油ですね。で、牛ジャンラーメンっていう、ジャンルらしいです。で、どんなんだよね、牛やから、ね、ちょっとくどいのかなとかって思ってたら、逆に、豚骨よりもなんかあっさり入ってくるんで美味しかったですね。で、麺は豚骨みたいな感じで、博多豚骨みたいな感じの細麺で、硬さも選べるよみたいなんでね。そうそうそう。あとはね、なんかね、LINE の登録をすると、友達登録をすると、餃子が無料になったりとかね、結構いろいろお得なサービスもね、やってましたし、料理もね、ラーを出しておきましたけど、美味しくて。あ、これなんでね、あれチャーハンセットにしたけど、これ赤い玉で行ってもよかったんだと。そうそうそう。どうしてもね、今、普通に、サンドイッチ食った後のね、ちょっと小腹を埋める、ね、軽く、本格的に腹ペコで食べるという体制ではなかったんで、あ、これは替え玉でいってもいいかし、替え玉140円でいけるだったんでね、あ、これはでもまた来たいなという、いい店でしたね。誠屋さんってことでね、そうそうそう、お店もカウンターでパッと食べてきました。今日この中でもペロリといただきまして、やっちゃいました。スープ全部飲んじゃった。いけちゃいましたね。で、頼んだのはこれね、青ネギラーメンとかいうやつで、青ネギがたっぷり入っているタイプでね、で、900円に、セットにして、半ちゃん定食が270円で、1170円ね。いや、よかったよかった。で、餃子もね、そう、追加でそれが0円ですか。いや、いい。まあ、大満足でございます。いや、よかったよかった。で、なんかね、YouTube の、チャンネルとかもあるみたいなんでね、リンク概要欄に貼っときますんで、またね、ご興味ある方はぜひそちらもね、いつもらったら、でも800人900人ぐらい登録者いましたんで、うらもうちより全然大きいチャンネルでございますんでね、むしろうちのところからチリどうですかっていう、ね、感じでございますけどね、ということで、まあ、とにかくね、おいしくいただきましてごちそうさまでしたということでございますね。さあ、で、地図見とったらもうこのまま24号ちょっと折れてになるんですけど、行ったらそのまま天理の方入れますから、もう五瀬ですからね、五瀬葛城のラインで、もう新城のあたりですから、このまま行ったら、古市まで行かなくていいんだ、大和高田のね、高田市とかね、あのあたりの方まで行けますから、でそこからね、大和高田からちょっと折れて橿原とかね、あっちの方通って、スーッていくと天理の方に行けるよっていう塩梅でございますね。まあいい時間に夕飯も食べれましたし、早めですけどね。ディナーとランチの間ですね。まあディランチって感じですけどね。まあ美味しくいただきたいで、よしとしましょう。この時間に食うとダブダブですね。よし、駐車場から引き続きね、行きましょう。よし、じゃあ行きましょうか。よいしょ。さあさあさあ。くたくた。12時までやってるんですね。ありがたい。ラーメンはね、夜食べたくなるもんですからね。で、あ、道の駅もあったんだ、このままずっと行けるみたいですね。上司があって、あ、この辺りって一回走ってるか、歩いてるな。あ、なんだったっけ、なんか五瀬からぐるっと歩く企画をやったことありましたよね。うん、葛城の方を歩いたのか、ターミナルの時は、それとは別に、あ、河内の中の見たとか、回転焼きやからって逆にしたいじゃん。
そうですね、その時にそか新庄のあたりとかこの辺りまで歩きましたもんね。うんうん、だいぶあのシャープの工場とか歩いて、愛の方とか走りましたよね、歩いて。うん、新庄は近鉄新庄と大和新庄がなんかほんとちょうど JR 四日市のね、JR の近鉄ぐらいの感じでちょろっと離れてるんですよね。でちょうどその真ん中にこの24号線が走っとって、まあロードサイドになっとるよっていう感じみたいですね。これか、これでバイパスの方に書いてるんですね。これもめっちゃいいじゃん。貝塚に出るんだったらこれでいいな。中華そば製法って天海天一もありますね。あ、でこれがこれが快活クラブから歩いた時に折れた道が、そこが快活クラブですもんね。ああやっぱそうだ、ちょっと折れたこっちの方のが栄えてですね。なるほどな。でそうですね、カラオケバンバンがあって、バンバンの隣に快活クラブってのもなんかシュールですね。で間青木と快活に挟まれてるんですね。と快活クラブは青木のグループですかね、バリックっていうコートダジューでやっとった会社ですからね。まあ今もコートダジューなのか、ね、もうほぼほぼでもあっちに快活に変えましたね。でここの吉野家黒い、何この吉野家黒いよ。あれか、奈良だからか、景観条例があるんですね。成分はそこまで変わらないけど、ファミマとかやったら多分変わるほどですよ。で違う、さっきの道曲がらなあかんかったんや。ついつい懐かしくなってここの辺りを走ってしまったんです。そう、東中でもうすぐ山田高田の駅で、あ、高田市の駅ね、ですよね。よく歩きましたよね、この距離。まあまあありますよね。うん、相手の果てに解決希望を起こしつつ馬取った調子ですからね。当時はまだ予約ができなかったんですよね、かきつき盆越しの。それでそんな、あの、浮き目にあったなんてことありましたね。で、ここが、南大阪線の方ですね、近鉄の高田市駅。で、あの、近鉄大阪線の、大和高田駅は、ここからちょっと離れた。まあまあ離れてましたよね。一回駅間散歩やってみたことありますけど、こんなとこは新宿行きのバス乗れるんや。それもそんな感じ見ないですけど、あれですね。ごめんなさい、こっち曲がらないといけないんだ。でこの前があれですね、うちの動画で通った交差点、この奥ね、右の奥とかずーっと入ってきましたよねっていうのと、そういうあの団子屋さんやってるかな、ちょっと団子屋さんだけちらっと寄っててみようかな。もう開いてないかもしれませんけどね。前に近鉄、あれターミナル完全制覇の時でしたっけ、あ、違うわ、ターミナルとは別で、いや、駅間散歩で、大和高田、高田市駅、JR 高田駅を駅間散歩するっていう企画をやったんですよね。その時にちらっと寄ったところがあるんですよ。ここが、もしやっとるようやったら、これ JR やから、
JR の津田駅がまだこの先ぐらいにあるんですよね。ここは三線なんですね。さすがに超えてるか。高台駅。かなり分かりにくいんですよね、この辺り。から折れて、JR の高田の駅前か。あれでもこれ越えたらかな。来た。メインのロータリーがある方に行ったらダメなんだ。近鉄側の方に行かないといけないんで。で、よいしょ。で、いやー、佐川の前走か。こっち側。これで大和高田の駅の方に出るんですよね。これライフやから、大和高田の駅の近くにあるライフですよね。で、そう、左右が出るんだ。これは左行かなあかんか。右やと越えてまうであかんやろ。左やな。で、前が確か大和高田のロータリーになってるんじゃないかな。はいはいはい。ここもでも綺麗ですよね、ほんと。ライフが入っとって複合施設みたいになっとって、そのまんま住宅も、屋根付きで、そのまんまマンションまで行きますよっていうね。なかなかいい構造なんですよね。で、これくぐるとまた先の大和高田駅の方で、これくぐって曲がるんだったっけな。この交差点曲がるんだ。内本町曲がって中尾がある通りだよな、これ。するとうちがご飯を食べた中尾が出てくるはずなんです。ほら、中尾出てきた。この辺りだと思うけど、あれないか。ないな。